トネリコは、キクアコウゴマのハグサモク、木製化に分類される、落葉樹である、トネリコ属中の、日本列島を原産地とする一種。和名の由来は、本種の樹皮に付着しているイボタロウムシが分泌する、ロウ物質にあり、動きの悪くなった敷居の溝にこのシロロウを塗って、滑りを良くすることから、トに塗る気とされたのが、やがて点火して、 トネリコと発音されるようになったものと考えられている。日本原産種であり、東北地方から中部地方にかけての温暖な産地に自生する。近年では、街路樹や園芸樹として各地に植えられていることもある。夏季は5から6月頃。木材としてのトネリコは、弾力性に優れ、野球のバットや建築資材などに使用される。樹皮は民間薬では死者薬や、 結膜炎児の洗浄剤として用いられる。新潟県では古くから水田の周囲などに並木として植えられ、刈り取った稲をかけて乾燥させるは、ザ、僕として利用された。同じ米産地の富山県でも同様の使われ方をし、ハサと呼ばれる。トネリコは田園風景を決定づけていたが、ほとんど失われてしまった。トネリコは一本だけでは役立たない。 何本も並んでいるから役に立つといった教訓としても使われることがあった。ありがとうございます。